こんにちは、ショートです。今日もグラグラやっていきます。今日はですね、キズナちゃんゲットしたんで育てていきたいなと思います。で、まあ早速特殊戦技解放してやっていくんですけども、なんかね、このキズナちゃんがね、今超ボスでタルミエル来てるんですけど、そいつでね、なんかね使いそうらしいんでね、ちょっと急遽育てていきたいなと思います。まあこんな感じかな。このね釣り竿も解放してあげて、でコスチューム、おお、いいじゃん、おお、いいじゃん、なるほど。まあでもね、まあまあまあ、レベルマックスまでして、聴覚性も全部マックスにしてかな。まあ一応ねやっていきたいと思います。いや、まあでもね、どれぐらい使えるかがね、俺のね、キズナちゃんはね、どれぐらい使えるかわかんないけど、まあとりあえずマックスまで育てて、タルミエル超ボス戦で使ってみたいなと思っております。まあせっかくね持ってるんだからね、育てて使わないとって感じですね。ただね、もうね、素材もお金も枯渇してて結構ゴールドもなくて、でなんかいろいろね素材もないから、果たして使い物になるのかがちょっとわかんないけどとりあえずね育てていきます。で、これで、レベルマックスですね。いいじゃん。まあ100まで上げていくというとこっすね。で、超覚醒だな。で、次覚醒でしていくんですけど、あ、そうか、俺コイン1枚持ってんだ。キズナちゃんのコイン1枚持ってるんで、まあ必殺レベルも2に上げました。よし。まあそれでもレベル2で、まあこれね、こいつ使って、まあ、覚醒はマックスで、この後ですね、問題はこの後超覚醒やっていくんですけど、いやー厳いね。で超覚醒ぶち込んで、超覚醒コインが90枚あるんで、まあでも、ね、キズナちゃんをマックスまで育てるぐらいはあるでしょう。まあ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 、やっていきましょう。え、きちいな。素材がもんだ。素材が。俺の素材枯渇しとるんすわ。いや、で、これでさ、超ボスタルミエルで使えなかったらマジでへこむんだけど。装備何がいいんだ。とりあえず猛攻鉄壁とかぶち込んだけいいかな。わかんないけど。で、そうこうしてるうちにここまで来たよと。いやー、聴覚セコイもうねえな、全然。キツですわ。まあまあ、しょうがない。行くしかないな。いや、ほんと使い物になってる。はい、という感じで、聴覚性もマックスにしていきました。で、そうねあと何だろう、コスチューム不明族なんだね、知らんかった。人間じゃないんだ。で、そうね、コスチュームも一応この UR か、覚醒じゃねえや、レベルアップさせて、OKOK、鍛え上げてあげて、で髪の毛、うー、全然素材足りない。
まあ上げるだけ上げとこう。まあという感じで、キズナちゃんを育ててみましたと。で装備何がいいかちょっと分かりません。はい、という感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。